第4ラウンドを迎えました井上尚弥、これ2年1ヶ月ぶりの日本での戦いとなります。まあ、観客の人数制限はある中ですが、お客様白いコスチュームでホワイトパーティー、その中で赤いトランクスの井上、2体制チャレンジャーの来る、まだ心折れていません。その中で赤いトランクスの井上、2体制チャレンジャーの来る、まだ心折れていません。おい、うわー、来た、レバー効いた、アンパー下がる、左ボディでもダブル返してきます。いや、すごいガッツですね。パー、ね、タフですよ。タフネスですね。普通の選手よりもタフだわ。タフですね。タフですし、パンチがやっぱり重いんでね。ボディ、左、左がテンプル、左フック、パンチのスピード、ハンドスピードが違うんだ。ここに右のテンプル捉えました。スピードは圧倒的に違うんでね。そうですね。ジャブ、もう当たりません。アランディパイの飛ばすパンチは届かないが、ワンツー、右入れました井上。ああ、もう鼻血が胸に滴り落ちています。チャレンジャーのディパインです。残りが2分を切っています。左、しかしガードしてますね。これも井上追っていきます。でも山田さん、確かにパンチ、ああボディーか、しかし前に出ます。いやー、根性あるな。苦しいところです。しかし前に出ます。いやー、根性あるな。苦しいところですけどね、出ますね。ディパインもボディーストレート、右のフック強引に行きます。頑丈ですね。確かに普段でも集中力もすごいですし、井上選手のパンチもまともに食らってないんで、ディフェンスも悪くないですね。これ井上の左ねじりのあたりカットありますかね。ちょっとさか左ボディ、左画面2つ、ストレートにつなげた、ストレート、左フックから右のストレート、しかし井上尚弥の左の目の下からも鮮血があります。いや、左のボディ入ってても倒れないですね。そうですね。いや、やっぱり鍛えてるな。白く染まる両国の国技館、2人の鮮血もあります。しかしもう圧倒的にプレッシャーかけ続ける井上尚弥。これはのしのしと追っていきます。あとはどこで仕留めるか。苦しくなりますね。さあ、そんな時間が迫ってきているか。しかし頑丈です。ムエタイ出身のディパインでもあります。顔面は出血に染まっています。鮮血に染まっている。近い距離でもしっかり首を振って当てさせません。チャンピオン追っていく、追っていく、残り30秒です。左フック2つ、左フック2つ、完全にこうバックステップです。これを嫌いますが、チャレンジャー井上がコーナーに追い込んでいくか。ジャブ2つ当てて、また出てくるところ、カウンター、いや、左のジャブで下げさせました。残りがまもなく10秒になります。アッパーからボディー、レバーブローです。さあ、残り時間が少ない。おお、ヒカキンさん、どう見てましたか。いやー、モンスターのパンチ、あれだけ食らって立ってるタフさが半端ないですね。ちょっと驚きましたね。そうですね、ボディのパンチの音なんかも相当すごいのが入ってると思うんですけど、はいはい、それでも立ってるのがただもんじゃないなっていう。世間さん、さすがこう手上げただけ、名乗り上げただけありますね。あ、そうですね。いやー、これトリプルですよね。手上げただけ、名乗り上げただけありますね。あ、そうですね。いやー、これトリプルですよね。アッパー、よかったですよね。序盤からこのトリプルっていうのを見せて